よしよし。ふう、やっと終わった。まあ、いろいろ。こっからかな。よし。よろしく。始まったばっかり。そうですね。BGM の上音量とか、声の量とか、音量バランスはどうかな？ちゃんと聞こえてるかな？よければ、そのコメントでフィードバックお願いします。よき、OK。よき聞こえてる。よし、OK。よし。じゃあまず、YouTube チャンネル登録者1万人記念ライブ配信ということで、企業、投資家、なんだろう、なんていうかな、VTuber で企業、VTuber だけど投資家って言って、そのカテゴリーで、1万人になるっていうのはね、すごい、バッチリ OK？ はい。びっくりですよね。いや、僕は、もう途中からもうライブ配信やめる、とかもう解説やめるってもうメンバーシップ限定でこう残してるんですけどね、もう伸びないだろうと思ってたんですよね。だからもう勝手に僕が、アブでお金持ちになっていって、気づいたらまあね1000万とか5000万もなったっていう時にいろいろ人が来るかな。いや別に人が来なくても、まあ、勝手にお金持ちになっていくからいいわっていう感じでやってました。はい、おめでとうございます。いえ嬉しいですね。予想外です。内容は、まず、どういう配信をするかっていうと、僕の、小春子の木の歴史ですね。もう、別に、中の人がどうこうとか、ミッキーマウスの夢の人じゃないので、別にリアルに聞かれたら何でも答えるので、あとは、YouTube のマーケティング戦略。これは、YouTube を始めるにあたって、まあ、それ以前に僕、投資が好きだったので、僕の時間っていうのを YouTube に投資するそのメリットは何か、リターンは何かっていうのを考えて、やっぱりやる価値があるなと思って始めてたんですよね。あとはそうだな、この1万人登録になったんですけど、そのレベルってどの程度っていう感じですね。それは、いろんな人から声かけられたりとかオファーとかいただいたので、その、肌感っていうのかな、そういうのを解説していきたいです。また、コメントは見てるんで、ジョージ。私は見てるよ。はい。まずは、僕の歴史について。短大生に入って、その後、大学に編入したんですね。それで、その大学が、自動車整備学校って言って、定員、なんとね、20名しかないんですけど、なんと入れたんですよね。定員20名のエリートに。わ、これで、2年間遊べるって内心もこう思ってて。で、いろいろ、なんだっけ、その後、単位とかも、いや、この木くんすごいじゃんって、何がって聞かれて、いや、君が一番だったよ。なんだろうって全然、わかんなくて。君が単位一番取ってたよって言われて、あ、なるほど。1位取るつもりで取ったんじゃないんだけどなって。で、何不自由なく、まあ豊かな環境で育ったと思いますね。バイクを買ってもらって、で、フェリーにバイクを積んで、北海道で1週間旅行を一緒に行ったりとか、この、TBR250R なんですけど、その他にも APE50 っていうのが原付のマニュアルのバイク乗ってたり、あとは、韓国に研修に行ったり、あとは高校から始めた吹奏楽のフルートも演奏していたんですよね。これがね、何で材質ができてるかっていうと、銀でできてるんですよね。そして、口を当てるところ、リッププレートっていうんですけど、これがね、金でできてるんですよ。これをね、高校生の時から買ってもらったっていうのがね、すごいですよね。僕そんなに、お願いすれば買ってもらえると思ってたんですけど、
まあでも感謝ですね。で、大学短大とか入っていったので、その破天荒な僕の言動っていうのも学生っていうことで許されてきましたね。で、また愛嬌があるので、こう実力以上に加点っていうのがね、結構されてましたね。人徳で。まあ一方で、まあ僕の妹っていうのはあんまり愛想がよく、逆に頭はいいんだけど愛想が良くないので、その、こいつ嫌いだからっていう感じで惹かれてて、こんなに兄弟で違うんだなと思いましたね。で、僕は東進の原点って言えばいいのかな？大学でお金持ちって噂になっていた教授から、こういうマクラーレンっていう車に乗せてもらったんですよね。で、土曜日の部活を手伝ったから、家まで送っていくよっていう、ランチも好きなものを食べていいよって言われたから、そうだな。で、僕は何かな？何食べたかな？あ、そうだそうだ。じゃあ、何でもいいって、吉野家に入ったので、一番高いの、うなぎでって、うなぎを頼みましたね。でも、いいよって普通に言ってくれましたね。ね、このマクラーレン。やっぱり内燃機関ガソリンを燃焼させて音を発生するっていうのかな、力強いエンジン音がして、やっぱりこうヤンキーが適当に音付けしたマフラーとは違ってよく成功にできた音だな。いや、こんなものってサラリーマンが普通に買えないもので、なんで僕は、就職ももう決まっちゃったし、社畜として、人生設計もやっている。そうだな、60とか70で定年して、そのお小遣いが残ったのが、まあ、せいぜい2、3000万円かな。それで老後資金も安泰かな。そして、少ない小遣いで生きていくために、みたいな、こういう妄想していたんですけど、いや、明らかにね、このお小遣いとか、2、3000万では決して買えないし、で、これだけじゃないですからね、車。また、その教授、この、俺はこのために働いてるって言ってね、入会金5億円の老人ホームのために、ぽちぽちデイトレードやってるみたいでしたね。いや、まさか僕のために来たのって思いました。働くより不労所得の方が裕福な暮らしができるっていうことに僕は今回ね、初めて知ったんですよね。大学3年、4年ぐらいの時に最後の。はい、てつさん。こんにちは。で、車の中で冗談で質問したんですよね。この何気ない質問が、今後の人生を変えることになったんです。それは、どうしてお金持ちになったんですかって、そういう。で、お金持ちはどうせね、ケチだから教えてくれないでしょうって、はぐらかされると思っていたんですけど、まあ、働いて、その人はね、まあ、働いて1000万円貯めて、それでアパートを買ったんだよね。で、株をやるようになって、FX もやって、2014年のリーマンショックでトヨタの株を1億円で買って、で、2017年で7000円で売ったよ。今、8000円まで上がってるよね。いや、ここまでね、ちょっと、持てね、怖くて売っちゃったよ、っておっしゃってるんですけど、まあ、これだけでも2億円売却してるっていうことですからね、すごいですよね。そう、入会金5億円。の老人ホーム。で、しかもそれで終わりじゃなくてね、毎月4、50万かかるらしくて、なんでしょうね、天国みたいな暮らしができる。まあ、老人ホームで天国に行く前から天国って言ってましたけどね。だいぶおじいちゃんの教授だったので。そう、教授になると定年が65じゃなくて70まで生きるんですもんね。で、僕は株の勉強をするようになりました。で、どうせ株の勉強をするんだったら、可愛い女の子とこうアニメの感覚延長線上で学びたいということで、ちょうどいい本があったんですよね。この燃えよ株式 IR ロイド、確かこれはクイックっていう証券会社がその時やってたんですよね。で、真面目にね、決算表の読み方とかも書いてあったり、めちゃくちゃ詳しかった、本格的に書かれてましたね。で、だいたい基礎はこれで学んで、もうこの本っていうのは出てなくて、中古でしか出回ってないですね。思い出のアルバムのようなもので、やっぱりメルカリで売らずに今も持ってます。で、次、会社員時代。会社に入社したんですよね。で、パワハラに遭うっていう。これあまり、こう、僕が言ってるっていうのがバレないならいいんですけどね。
トヨタのディーラーでエンジニアとして入社した。まあ、これが2017年の時。会社とか制度もいい会社です。で、2000年5月、今から何年前かな ?3 年前か。3年3ヶ月前にパワハラに会う。結構僕、言いたいこと言っちゃうタイプだし、学校に、学校で勉強して、整備士で大卒っていう人はあんまりいなくてね。で、この、作用力点とかそういう感じから、このトルクレンチの締め方って、この、よいしょって上から乗っかったら、正確にトルク締まらないんじゃないですかって言っちゃったんですよね。で、もちろんそのエンジニアって先輩とか工場長っていうのはプライドがあるので、なんだこいつ生意気なやつだなって思われちゃったみたいでね。で、まあ嫌われたんですよ。その3年、働いて3年ぐらい経った時ぐらいにね。転職じゃなかった。店舗がこう変わって、そう、上司が変わった時にね。で、どんなに完璧な仕事をこなしても、イチャモンをつけてくる。でしね。で、車を整備するんだけど、終わりましたって僕は言ったらね、よし、どれ?で、白い手袋をつけて、そう、先輩がやってきてね、車を持ち上げて、そこを触ってね、こんな汚ねえのか、お客様に出すつもりかって、こう、怒鳴られる日々が続いたんですよ。で、結構前って言って、例えば、あと他にもね、仕事の道具で照明を、ライトとかあるけど、それをみんな充電してるんだけど、他のエンジニアはいいのに、お前はダメって。で、なんでダメって、僕が聞いたら、爆発するかもしれんじゃんって、そういうことを言ってたんですよね。いや、あとお前と話すとイライラするわ、とか。まあ、そういうのがね、許せなかった。で、こんなやつにね、人生壊されていいわけがないって僕はずっと思って、で、しかも、まあ僕は知ってて、生産効率が悪いエンジニアをここに来させて、その、整備工場みたいなね、隔離されたところに行って、で、そうやっていじめて退職させる場所がここだなって。で、それね、僕が4人目だったんですよね。で、ここで食い止めたい。で、4000、まあそうだな。4000年前、中国の兵法書にある、知られずにその情報を集める。そして、相手が油断する、した時に、こっちが攻撃を仕掛ける。こいつがパワハラをしたという謝罪してもらいたい。そう決心するために僕はね、証拠を集めることにしました。1ヶ月間そういうパワハラの証拠をコレクションしていって、30秒のね、ダイジェスト版にして編集して、まあ、その僕自分がいじめられているところを編集するのでね、もう一回思い出して吐きそうになるけど、まあ、で、それを本社に提出して人事部に送って退職願いを提出しました。はい。で、すると、人事部からね、すぐ、手紙じゃなくて電話がかかってきて、最寄りの店舗に呼ばれたんですよね。で、店長がそわそわして、あたりを見回してたんですよ。会議室に入ると、その、名古屋本社から役員がもういらっしゃって、ね、これはもう誰、誰取締役かな、もう言っちゃダメだよね。その役員がおっしゃったことは、そのビデオをニュースにメディア流しちゃったもう。で、僕は交渉したかったから、それはしてないって言って。で、役員が、この動画が世間に流れると我々は困るんだよね。って。で、僕は退職をせずに、名古屋本社の携帯事業に移動にしてもらいました。まあ無理やりね、そこにねじ込んでもらって楽な部署っていうところね。そのためにかける労力はなかなかのものだと思います。どこで誰かが、とは変わる。そうそう。やらないと変わりませんからね、そう。いや、僕はこうやって車関係の資格をこうやって持ってるんですよね。ガス溶接とか、まあ、あとは中古車査定士の小型、あと小型電気取扱い特別教育、あとは自動車整備士、2級ディーゼル自動車整備士、あとガソリンエンジンのやつね。あとは損害保険募集の基礎単位と自動車の単位、あとは、トヨタ検定3級とか2級とか、あとは、トヨタのディーラーで働くときの、検定 D とか、あとはね、au プロスタッフって言って、携帯の、資格も持ってるんですよ。だから、即戦力としてね、多分採用されるとは言ってましたね。なんていうか、これ、
持ってるだけでお金もらえるらしいんですよ。いくらだったっけ、2万円毎月。まあ会社にですけどね。だからとりあえず受けとけみたいな、移動してから。はい、次、交通事故に遭ったっていう件。2020年9月3日22時10分頃。もうあれは忘れないね。で、本社でその、ジムでね、こう無理や、エンジニアとして働いていたんだけど、ジムで働くようになって、しかもちょっと、訳ありでこうねじ込んできたっていうのが、周りにちょっとバレてるのか知らないけど、腫れ物に触るように、もうめっちゃ簡単な仕事、を与えてくれ、しか与えてくれないっていうか、僕は退屈でやったんだけど、まあそうだよね、難しい仕事で問題を起こしてもねって。で、まあとにかく運動不足になってるので、健康のためにジョギングをするっていう習慣をやってました。で、そしたらそういうこういうね、バイパスがあるんですけど、見晴らしのいいところに。で、一旦停止をしないといけない車をが、あの無視してきて、横断歩道をこう、僕が横断、こう青で僕がちゃんと渡ってる、歩道をね、渡ってるのに、思いっきり当たってきたって言うんですよね。僕はもう意識ないんで覚えてはないんですけど、その警察の議事録によるとね、そうやって。でもう、まあ、この写真まんまじゃないんですけど、もうボンネットがへこんで、でフロントのガラスってね、めちゃくちゃ頑丈にできてて、あれ粉砕しないように二重のラミネート構造になってるんですけど、それでもこうやってボコってなるぐらい頭で貫通させたんですよね。で、僕はその間、もう意識もなくて、夢みたいなものを見ていたんですよね。死んでいくっていうのが分かって。で、意識が体とは別の次元にある夢見ていたんだのかな。で、雲海の上を僕は飛んでたんですよ。で、風が強くて、雲の下っていうのはね、真っ黒でめちゃくちゃ怖いんですよね。だからみんなこう、上に行きたいみたいな、行ってる人たちを、僕は見たっていうか、まあそういう夢かな、記憶かな、あるんですよね。で、僕も上に行ったらね、楽になれるかなーって舞い上がろうとしていたんですよね。で、そういう意識の中、まあ突然そういう言葉のような、まあ誰かの意識っていうのかな、伝わってきたような気がしたんですよ。上空に行くと、この世と完全に決別して死ぬ。で、雲の下は、まあ行くのは大変だけど、この世に未練があるんだろ、好きな道を選びたまえ、みたいな。で、確かに僕は未練があって、YouTube のね、2020年、4月から初めてデータを分析できてない。この先をずっと知りたい。で、家族にも、愛情をもらって育てられたし、恩を返しきれていない。で、旅行にも連れて行きたい、みんなを。で、会社を作って起業したい。起業しなくても、組織のリーダーとして好き勝手チャンネル、やりたい放題、やりたい。そういう未来をね、見ていたんですけど。で、この世界は娯楽がたくさんあって、僕の知らない物語というか思い出を作っていきたい。そう、生きることが本当に楽しかったんですよね。で、意識が戻りました。病院の天井が見えてすごく安心しましたね。で、また眠りました。いやー、この眩しいっていうこの照明、あれこれなんていうのかな、あ、誰だ、僕誰だ、病院、あれここどこ、病院っていう言葉はが口に出てこないみたいな。まあ当時はね、親を見ても分からずに意味の分からないことを話していたとか、そういう言ってたみたいですね。まあで、血まみれのスマートフォンで発信履歴がなぜかあって、なんで意識がないのに親に電話していたのかな、どうやって発信されていたのかなって。車で僕を引いた人が触ったわけでもないし、一体何が起こったのか。意識がなくなるっていうことは、記憶を最初から思い出すことから始まったんですよね。で、一週間長い時間、寝ることがほとんどだったけど、意識がどんどんまとまってきて、脳幽霊、ああ、漢字が僕は読めないけど、幽体離脱みたいなやつかな。で、全部忘れてるから、スマホの写真を見て、徐々に思い出していって、ある一定の基準になったら、おこれ、思い出した僕かみたいな。思い出せない部分も結構あるけど、事故前後、3ヶ月ぐらいの記憶。他にも思い出せないところがある。時間の経過で忘れたのか、脳挫傷の後遺症なのか、まあ、1ヶ月後、MT、
MRI か脳のスキャンを行って出血が収まっているのを確認して、僕はとりあえず退院しました。はい、次よいしょ。次、事故から復帰後さまざまな手続きで復帰した。病院から就職、再就職じゃなかった、復帰するためにはまずは完治診断書っていうのを診断してもらわないといけなくらしくて、でその後人事部に提出して、でちょうどその時は正月前だったから1ヶ月間ずっと審査っていうことで、でその後産業院に行って、その会社の中ので面談した後1ヶ月後に復帰した。それが2021年の2月頃の復帰で、これ机が映ってるじゃないですか。で仕事場にね戻ってきたんですね、ようやく。で僕は戻るっていうのは人事部からも聞いてるとは思うんですけど、僕の私物がなくなって、僕の机のコンピューターも消えてるし、人の配置が変わったのか僕の机がなくなってたっていうか、みんなないみんなないで、上司に僕何をやればいいんですか、まあ過去仕事できたんだけどって思ったけど、そしたらそこら辺うろうろしといてって、まあそうだよねで、どうやら僕の人事、なんていうかな、出向っていうの決まって知ってたからかな。2021年4月、グループ会社の役員に新規事業でヘッドハンティングにされて、僕は出向されることになったんです。会社は極秘でゲーミング事業を立ち上げて、店長とか中堅の営業マンが、集結、教習っていうかな、集められていました。僕だけ若手で、若い人、新人で、疑問はまあその後解決したんですよね。あ、面接、他の面接を僕はやってたんですよ、新規事業。そのドローンの面接をやって、で、落ちたんだけど、その隣で聞いていた人が、そのグループ会社の役員だったみたいで、また面白い子がいるな、YouTube やってるんか、だからちょっと引き抜こうかなと思ったんよ、っておっしゃってましたね。面白いですね。やってみるもんですよね。で、まあ、なんだかんだあったんですけど、その、1ヶ月もしないうちに、5月に僕は退職しちゃいましたね。理由は、病院とか家のベッドで5ヶ月間安静にしていたから、毎日4時間の移動の時間っていうのかな、毎日こう、豊橋からその、名古屋に100キロ、130キロかな、多くすると260キロとか、体力がなかったんですよね。近くに家を借りて出勤してもよかったんですけど、まあ失業保険でしばらく自由に暮らせて YouTube や株式をやってみたいなっていう、人生一回ぐらい自由にやっていいよねって思ったので退職しました。で、それが今から2年5ヶ月前のことだったんですよね。すごく古い過去の記憶に感じる。そういう状況の人には、名前を、操り、返し、呼んであげると良いと思いますよね。そうしたらこっちに戻ってこれるやし、呼ばれたのかな。一人で意識失ってた気がする。よいしょ。不運があったから気づいたんですね。やっぱり不運と幸福は紙一重。そうですね。まあ一旦辞めたから今の僕があるし、株に対する時間もあったし、YouTube 始める。っていうかこう戦略するのも結構考えたですよね。まあそれは後で話します。チャンネルの収益化をしたのが、やったのが、チャンネルをやり始めたのが2021年の3月から緩やかにこうやって自己紹介を始めて、で、収益化を達成したのはその1年後の2022年の4月で、これね、無理やりやったんですよね。宣伝広告費で、無理やりこうおすすめに出させて、だから無理やりやって2000人増やして、収益の条件を揃えたから見に来る人ってまあいなかったんですよ。で、やっぱり自然に集まるべきだなってその時勉強しましたね。で、その初めてのこういう収益化の配信した時のスーパーチャットが3208円。まあ多分手取りがこの値段だったんでしょうね。で、
最近の収入っていうのがもうめちゃくちゃ激減していて、まあ頼りにしていなかったけどね、広告の単価が下がって、2023年4月の収益っていうのはなんとこう370円くらい。ね、海苔弁当、ホットモットの海苔弁当を買えるかなぐらいのレベル。で、YouTuber とはそのプラットフォーム上で活動してたら、あ、YouTuber ってどうやってこう、好きっていうのは、YouTube 運営は別に収益をやってなくても YouTuber って名乗っていいって言ってるんだけど、でも実際にほら、みんなに言える金額じゃないし、知名度もないから、YouTuber ってね、名乗るほどでもないよ。はい。で、一方で、YouTube がこれ、人気になり始めたのが、2023年5月26日。で、この利益確定シリーズでね、いきなりポンって跳ねたんですよね。めちゃくちゃ。5月の広告収入が、2425円。10倍くらい。先月の 6.4 倍になりました。この時僕はね、テーマの株を固定、株にしました。お、なるほど。意外とみんなお金に興味あるんだなっていうか、まあ、お金について語る僕のが生き生きしてたのかな。すごいね。まあ、2400円って、どれくらいかな？一月、うん。僕は制作する時間とか、まあ、思いっきりマイナスですけど、結構嬉しくて、自信にはなりましたね。パチ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 。はいはい。ありがとう。6月2日に公開した、この NTT の株式分割。これが総再生回数が9万1000回生。1000再生か。チャンネル登録がね、これで1日で600人ぐらい増えて、で、広告収入が、4月の150倍に当たる 5.6 万円くらいになったんですよね。まあこれでももう、まあ、トントンっていうか赤字かもしれないけど、あとはそのメンバーシップになってるのかな、今も公開してるのかな、マムシに噛まれて引退2ヶ月休止してる期間があって、まあそれでもそうだな、2万5千円くらいの収益がありました。よいしょ。はい。で、2023年9月は順調に活動を続けていって、で、9月の23日にチャンネル登録者数1万人に到達しました。いやー、やった。私は小春さんの指が噛まれた時に出会った。なるほど。僕が精神的にめちゃくちゃ辛い時、一番辛い時ですね。YouTube を開始して2年6ヶ月で1万人を達成。といっても、この8000人は5ヶ月でなんと短期間で増えたんですよね。その要因は投資が一般常識となり、カフェとか公園のね、公共の場でもその話題が上がるようになってきて、僕も聞きます。あ、だいぶ時代が変わってきたというか、僕がこう先に株が当たり前になる世界が来る、日本がそうなるっていうのはもう分かってたので、先にやっとこうとは思っていたんですけどね。投資を勉強するそういうニーズっていうのが YouTube 上で生まれた。こう YouTube って娯楽で見る人たちが多いですけど、このようにその今常時見てる人が95、97人って書いてあるかな。まあそういった人たちっていうのは、こう勉強のために見るっていう人が多いんですよね。なんていうかな、その笑ってふざけて今が楽しければいい。で、絶対お金がね、枯渇するし、自分が後で苦しくなるっていうのは、合ってる。そういう賢い人たちが増えてきたっていうのかな。やはり、VTuber とこの投資っていうのはね、意外と関係なくて僕の趣味だったんですね。リアルの僕を出してもよかったんだけど、まあ、メイクとかがね、めんどくさいから、詳しくは、まあ、今後 VTuber は、キャラクター表現としてファンが集まりやすいっていうことを僕は後でこれ、台本で書いてるので。また興味がある人はね、まあ、とにかくいっぱい寄り道して研究してきたんですよね。で、この図の、右下みたいにメンバーシップもこの収録時は195人いたんですよ。で、今は200人が超えたんですよね。マジか。で、すごい。1週間に1本しか出さないので、まあ収益は意外とそんなに高くない。
YouTuber 専業ではまだ無理な段階なんですけど、テロップの外注ができるようになったので、そのテロップの外注って、まあ4200円払ってたんですよね、1本あたり。まあ何回もやるうちに、もうだいぶ簡略化して、で、ココナラで使っていたんですけど、ココナラって手数料が 27.5% だったっけ？めちゃくちゃ取られるので、もう、ツイッターでね、もう直接取引しませんかで僕がやってきて。それで、ほら、僕が、12% 安くして、する代わりに、あなたは、外注する人は 15.5% 手取りが増える。それでいいですか ?OK っていう風になったので、今は、PayPay でやり取りしてます。PayPay より手数料がかからないのがいいですよね。銀行の振り込み手数料もかからない。あ、普通は銀行はかかるんですけどね。PayPay いつかかかるんじゃないかなと思いますが。はい。VTuber 意外ととつきにくい。あ、とつき安い。反対のこと言ってた。はい。NTT の動画出た時買った。ああ、なるほど。どうですか？儲かってますよね、今。買っててよかったです。今はちょっとだいぶね、下がって、ちょっと下がり局面調整中ですけどね。ニーズは確実に上がってるような気がします。そうですね。字幕はおそらく AI でやってますね。あ、そうですね。で、細かな微調整とか、会議用とか、まあ、この感じは違うとか、あとは、台本と違うことを言った時とか、まあ、訂正とか、それもろもろ含めてその値段外注しています。なんていうかな、たまに間違えるのが気になるという人がいるので、誤字で面白いね。そうですね。誤字いつ間違ってるかなって、メンバーシップ限定のはまだそういうのは残ってるんで、まあそれを見つけるのが面白いっていう人もいるし、まあ見つけたら、わ、ここ間違ってるじゃん。AI はそう思ってるんだ、みたいなね。よいしょ。はい、次。あ、日本では、令和の、伊能、あ、漢字読めない。やば、僕はまだ忘れて記憶が。あ、そう。とにかく、日本では投資大好き人間と大嫌いな人に分かれていますね。私の周りには大好き人間だらけです。ああ、そうなんですか。友達5人の平均があなたの人生になるって、アメリカの起業家ジム・ローンがおっしゃってましたからね。少なくても、ギャンブルやスマホのゲームよりも有意義だとは思います。そう。その通り。はい、次。登録者人数で分かる YouTube のレベル。あなたのチャンネルはどのレベルか、全体の割合とか収益が分かるっていうこと。よし。まあ、こんな感じでね、大多数の人間はチャンネル登録数100人すら満たないんですよね。だから100チャンネルやり始めている、チャンネル興味がある人っていう人は、まあ、この視聴者結構興味があると思うんですよ。なんでかっていうと、僕はこう、投資の VTuber って言って、しかもチャンネル登録者数が1万っていうと、まあ、ここまで伸びるとは僕もね、思ってなかったから、あ、じゃあ、いわゆるこのパイオニアになってるんですよね。最前線っていうか、その VTuber で投資をして一体どういうことをビジネスをやるのかって多分みんな興味あるし、事業者の方とかもこうメンバーに登録して見て、お前見てるなって僕は思うんですけどね。まあ、はい。別にこれはね、調べればわかることなので。はい、まず。ビギナーの YouTube チャンネル500人っていう人はどういうレベルなのか。まとめ。全体の割合の上位 50% 半分以上。広告の目安は0円。そうですね。ビギナーはチャンネル登録者数の500人未満のチャンネルに分類されて、チャンネル登録の開設からしばらくはこのゾーンで頑張ることとなります。YouTube は、登録者1000人以上で動画に広告をつけられるし、その、チャンネル登録者数1000人以上だから、じゃあお金もやるかというとそうでもないし、その年間の総再生時間がある4000時間以上という条件を達成しないといけない。ショート動画はもう実際にも達成不可と思ってるので、もう調べてないです。また動画を投稿しても再生回数がもう10、もう100絶対いかないんで、この頃はね、自分で再生回数を増やせないかなとか思ったりして、実験してたりしてたんですよ。で、
どうやらね、それできるみたいで、スマホのアプリケーション、リアリティという配信アプリがあって、そういう YouTube を再生すると、リスナーの端末で再生されるようになってるから、こう再生回数にカウントされるんですよね。まあ、だからね、これでクソつまらない、あの動画をね、2万回再生増やしてるという人間もいました。意外と YouTuber の運営っていうのは賢くて、再生回数自体はね、これカウントはされたんですけど、チャンネルの評価自体はね、変化しない。いや、むしろね、警戒されて、下がるっていう感じが僕はしたんですよ。研究の結果。インプレッションが上がらないな。評価上がらないなって。再生回数だけ上がる。逆に警戒される。原因は、リスナーのスマホでの再生っていうのは、端末番号で割り振られてるんで、再生回数にはカウントはされるんだけど、ログインしていない。つまり、何、自我がないような、実績がないアカウントだったから、カウントされないかった。なんていうかな、その、評価にはカウントされない。いいね押せないし、コメントもできないじゃないですか。だから、チャンネルの評価に影響しないってことは分かりました。リアリティの配信で。だから、不正はできないってことですね。で、僕はこの分析から方針を変えて、ファンをこう、確実に獲得して、そういう、ファンで所属をつけて、YouTube の評価を、獲得するっていうマーケティングを勉強し始めました。投資初心者です。なるほど、初心者。アジアゲートみたいな。兄貴に勧められて始めてたけど、うさんくさく感じてたな。なるほど。まあ僕もね、これは投資の一環として YouTube 活動はやってるので、またお金っていうのはね、おまけに過ぎないんですよね、これ。本当にすごいところは、人の意識を集めること、影響力があるっていうこと。はい、このビギナーの層を挫折せずに抜き出す方法は、再生回数を見ない。もうチャンネル登録者数とか気にしない。もう、何？こう、広告単価とかも一切計算しないこと。はじめは再生されなくて当たり前で、YouTuber 最低でも数ヶ月は我慢しないで目に見える成果は出ないでしょう。はじめの頃は動画を投稿する習慣をつけることをお勧めします。まあ、習慣をね、めんどくさくても、途中で諦めて、もう自然消滅っていう人が多いので。よいしょ。アジアゲートを見たいってことですか？そういう優待を見たいっていうことですか？一株銘柄を持ったら、もう価値確定みたいな、ありますよね。はい、次、ノービス。チャンネル登録数が1000人以上。これは、全体の割合の上位 15%。もうここまで来ると、もうやめないし、勝ち組にはまあ至らないにせよ。だいぶベテランっていうレベルじゃないかな。チャンネル登録数の1000人以上はチャンネル収益の基準に達し、やっと、広告収入を得られるという状況。状況なんだよね、それだけ。収益に達成しても、広告収入に関して言えばまだお小遣い程度にしかならないし、僕はさっき言っていた340円とか、跳ねても2400円とか、その程度。まあ、スーパーチャットがあれば、また全然、ブンと違う結果があってくるし、まあ、それで稼いでる、VTuber の稼ぎ方ってね、それなんですよね。スーパーチャットやその、ピクシブファンボックス、これで大多数を稼いでるようです。パパ活みたいだなと思うんですけどね。ああいうやつにはならんぞって僕は思ってます。ちなみに、あ、次行こう。はい、次のレベル。アマチュア。チャンネル登録者数が5000人以上。僕は有名になり始めた時が、だいたいこれくらいですね。全体の上位 5%。広告の収入の目安としては数万円。チャンネル登録者数5000人を超えるようになったら、アマチュアの YouTuber。で、高校でいうそのアマチュアっていうのは、プロとして生活費を稼げないものの、ある程度の収入を得られるレベルです。まあ、収入に関しては、おそらく1万から数万以上の収益はあると思います。で、全体の割合で言ったら、もう 5% のレベルっていうことで、かなりすごいことなんですよね。お小遣い以外にその数万円稼げるっていうことは。そうだな。今後さらに YouTube のコンテンツを充実させるとともに、登録者5000人もいけば自分の影響力っていうのをかなりついてきています。それは僕も実感しましたね。
広告収入、収益以外にもその影響力を生かしたマネタイズの工夫にも取り組んでいきましょうと書かれています。書かれています。もう僕の一番の課題なんですよね。企業からの商談をいただくことに、いや、なんかまだマネタイズしてないレベルなのかって、まあ、そういった反応を僕は感じ取ったので、この規模の YouTuber だとマネタイズやって当たり前だと認識しました。金融資本ではなく、登録者というものの意味、資本ですよね。ああ、そうそう、あ、そうそう、人の資本、人的資本っていうかな。アルゴリズム知らなかった、助かった。そうですね、アルゴリズムって、本来あれって、証券取引法では、機械における取引っていうのは禁止されてるんですよね。でも、なぜあれは通したのか。値段設定とかは、まあ確か従来通りマニュアル、差し値とか逆差し値に近いので、上値、なんだろうね、たまたま上値を、自動修正してくれるってすっごい優れもので、利益を最大化して損を従来通りにリスク管理もできるっていう、まあ、画期的な手法。それが楽天証券のアルゴリズムなんですよね。コメントにあったんだけど、SBI 証券はできますかっていう、調べてできないっていうのが意外と、if 注文かな？もし仮にみたいな。上と下の注文はできるけど、その自動注文はできないっていう。まあ、たまたま僕が楽天証券をやっていたからなんですよね。はい。で、ようやく、チャンネル登録者数の1万人以上。これは全体の上位 3%。広告の収益だと数万から十数万円。ここまで来れば、まあ、そうだな、トップアマチュアの YouTuber というレベルでしょうね。トップ、プロ、プロのレベル、それだけで食っていくかっていうと、まあ、辛いような気もします。広告収入は3万円から、十数万円ぐらいで、だいぶぐんと上昇します。これはやっぱり目安に過ぎなくて、やっぱりこのチャンネルのジャンルでも単価が変わるし、勢いがなくなったチャンネルっていうと、もう1000円も稼げないっていうようなところも多い。僕の場合は週に1回の公式の投稿なので、広告収入っていうのは4万円から、6万円程度です。YouTube で生活をできるまであと一歩っていうところまでは来ている、っていう状況ですかね。はい。全体の割合で言ったら、これは上位の 3% に当たるレベル。これは、友達とか家族に自慢できるレベルで、ちょっとしたインフルエンサーです。今、このレベルでは広告収入だけでは食べてはいけないけど、他のビジネスと組み合わせることで、大きくお金を稼ぐことが可能です。じゃあ、どうやったらいいんだろうね。僕、これ皆さんにこれ聞きたいんですけど、いや、わからない。しかし、まあ、わからないわからないかな。このゾーンを抜け出して YouTube で月収100万円を超えるって人はもう本当にごくわずか。また YouTube のジャンルによっても、やっぱり食べていける人と食べていけない人が分かれるラインが、この登録者1万人以上5万人未満のレベルと言えますね。あ、そうそう、広告単価の話だと、そういう、キッズ系のやつっていうのは 0.2 円とか、そうだな、ヒカキンとかがやるような、お笑いっていうのかな、バラエティ系っていうと 0.2 円とか 0.3 とかなんですよね。一方でこの僕がやったりとか株系のチャンネルっていうと、広告の単価が 0.6 円ぐらいとか 0.8 円っていう人も聞いたことがあります。まあ確かに僕も 0.6 いくら 0.67 円ぐらいかな。その理由はっていうと、そのキッズ系、キッズ、子供が見ても、その子供が、その CM を見て、あ、プレゼント買おう。あ、じゃあ自分におもちゃ買おうじゃなくて、親が結局ね、買ってあげてるわけなんで、あまり意味がないんですよね。逆にその不動産とか金融の CM を見て、そこをクリックして証券会社口座を開くっていう人が結構多い。しかも大きい金額で、利益率も高いので、単価が高い。でしょうね。多分僕が考えるには。ちなみに僕はその趣味で活動していて、この VTuber の体を依頼するのに20万円かかってるんですよね。相場、普通の相場の4倍ぐらいのかけて、で、次に、
今後予定しているファンサイトの表紙とかは見積もりで、こう、イラストを描くだけだよ。これで9万円なんだけどね。すごいよね。9万円。2人描かれる予定で、1人が今写ってる、小春子の木。で、もう1人は男性で、僕を、アニメにしたバージョンですね。これね、うん。かっこいい、かっこよく描かれてるんですけど、多分、うん、見たままと思います。僕結構かっこいいんで。僕結構かっこいいので。ファンサイトができたら、オフ会の勉強会ができます。ファンサイトができたら、そうだな、ほら、ファンサイトで、僕はなんでこれ作りたかったかっていうと、手数料を最小限にしたかったから。ピクシブファンボックスが安くて、そこをお金を集めるのには向いてるんだけど、それでも手数料がこう 10% 必要なんだよね。だから、株の勉強会やります。ホテルの宿泊やるから、みんなで一回そこを集めますってなると、ね、100万集まって、10万手数料取られますっていうのはちょっとバカバカしいじゃないですか。はい。だから、自分のサーバーを立ち上げて、その決済カードとかそういう審査も通して、まあ、あらゆる手段で、クレジットカードでも、ペイペイでも、銀行振り込みでもできるように資金を集めたいなと思ったんです。ね。いや、人が来るかわからないのに、100人ホテル貸し切りました。で、人来ませんでしたっていうとき、じゃあ僕が払うんかっていう形になっちゃうじゃないですかね。怖いですね。はい。で、僕の目標、とか、目標っていうか、まあ、予定なのか、チャンネル登録数5万人以上、全体の上位 1%、これもうプロですね、プロ。もう東大行くより難しいんじゃないのかな、倍率で言うと。そうですね。登録者5万人の広告収入っていうのは、ジャンルでもほとんどが、全然生活していけるくらい。0.2 円とか、再生単価が低くてもね。また、この、そこまでやってくると、インフルエンサーの仲間入りで、そこら辺の芸能人と同じくらいのフォローをこう持っているっていうことになるし、そうだな。本の出版社から誘いが来るとか、まあ、今の僕の段階でも、こう、オファーが来たりするんですよね、たまに。全体の割合で言ったら、これは 1% で、で、どれくらいなのかな？企業案件とか他のビジネスを組み合わせることで月収100万円稼ぐ人っていうのは、まあ、なんだ難しくないレベルになるんだろうなぁとは僕は思ってます。まあ、ここまでね、雪玉を転がしていって、どんどんでかくしていって、まあ、ここまで来てようやく、なんていうかな、僕が VTuber として有名になっていくのかなと僕は思ってます。ここまで僕は計画してるんですよね。ここまで達成する人はほんの一握りで、普通はもう、1年以上かかるって書いてあるけど、まあ一生も到達しないっていう人が多い。分析してて。で、細かな分析をして、改善をして、で、反応が良かった動画を参考にすればいいかっていうのもやっていく必要があるし、5万人、まあおそらくね、プロとして生活できるし、こういった車にも乗れると思います。僕結構こう、パワハラって仕事は嫌いだけど、車は相変わらず好きなんですよね。だからこう、86欲しいなと思います。ホンダが好きなんだけど、最近ホンダ車ね、いい車作らないので。サンセット。よいしょ。これが、僕の歴史と、YouTube のどれくらいすごいのかっていうレベルですね。これは終わりです、スライドショーは。そう、台本があるんですよね。ここからはどうしようかな。アップサイドを確認しようっていうのがあって、僕は YouTube をするときに、ほら、分析をしてたんですよ。顔、どうやって、どういう人たちがいて、僕はどこに分類するのかっていう。結構分析したと思うんですよね。ロンゲスタイル。よし、ですね。そうそう。僕結構ロンゲなんですよ。ロンゲ、結構ロンゲ。うん。で、結構女の子と間違えられるので、女、男どっち？みたいな感じで、聞かれますね。まあ、話せばわかるけど。あ、そうそう。ここの人たちで言うと、
陽子の投資教室とか、あ、そうそう、優待、株主優待と投資大好き、わっけチャンネル。動画やチャンネルをご視聴ありがとう。いつもありがとうございます。わっけです。みたいな、そんな感じで言ってるよね。あと、両学長とか、まこなり社長とか、大きく影響を僕は受けましたね。で、よいしょ、ここをプチってクリック。すると、ちゃんと飛べたりするんですよ。ちゃんとリンクも全部つけてあります。あと、サラタメさんとかですね。みんな知ってる人いますか？あとは、投資家で言うと、もふもふ不動産。人でせいやチャンネル。あとは、これ、池早大学。ね。登録者5万人来られ、何をやっても成功する。うん、超えたら、何でもやっていける気がするよね。結構、そうだな。どうなんでしょうね。まあ、安定して、あ、そうです。賢者の流儀。この人も好きですね。好きだけど考え方は、あ、編集とかマーケティングはすごい好きだけど、その、動画のテーマがね、これ節約なので、投資とはまた真逆っていう、言うのかな。真逆ではないけど、まあ、ちょっと、合わない。比較対象ではなかった。っていう感じ。よいしょ。で、で、僕は株に振り分けてから、だいぶ、周りの人を見るようにしたんですよ。ライバルを。ライバルっていうかな。そうそう。結構、ここを見る人が多いんじゃないかな。グッズ、株主優待と後輩とチャンネル。これが僕と一番近い形態なんじゃないかなと。で、どういうふうに分析をするかっていうと、まず、こういうふうに。まあ、この人、概要を説明して、不安をこうやって提示して、で、どうやって解決していくか、そして、どの、なんていうかな、そのバフェットコードを使ってるな、情報も、元はこれか、PR、PBR について、これをこうやって解説してるんだな。なるほどね、こういう会社か。で、プレゼンテーションともちゃんと作り込まれてるな。で、最後にお酒の話をするな、みたいな。この動画構成は結構僕は似せたつもりっていうか、パクった。うん、結構パクった。ひねけんのチャンネルと株丸のゆっくりチャンネル。知ってる人いますか？留学長は別格ですね。留学長ね、真似しようと思ったけど、もうほんと無理。もうあれは組織レベルなんで。真似するっていうか、絶対比較、逆に比較しちゃいけないかな。わっけチャンネル。わっけチャンネルもね、わっけチャンネルは結構こう、割安になったタイミングで紹介してくれるので、タイミングとしては、紹介銘柄とか、そういう選定としては僕に一番これは近いですね。その、銘柄選定としては、僕に近い。でも、デメリットがあるんですよね。これは何かっていうと、自分の顔を出さないっていうこと。アバターはちょっと、キャラクターなんで、出してるっていう判定なんで。よいしょ。なんで僕がこれ VTuber を使ってるかっていうと、こう、アバター、VTuber は、アバターかキャラクターか行動経済学で答えを出すっていうので、一回まとめたことがあって。で、ほら、こうやってアバターっていうと、僕はこれ、アバターは2種類で、あ、違う、アバターとキャラクターで2種類分類できるんですよね。大抵のみんなはそういう属性があったりとか、まあ、キャラクターを演じるっていうのかな。そういう人と、一方でこう、あれ僕みたいにありのままを話す、仕事前職はこれでとか、身長が170何センチとかね。うん。これは結構アバター型に近いんですよね。で、こうやってキャラクターを出すとメリットがあって、それなんでかっていうと、人気が出やすい。普通の人っていうのは面白くないんですよね。こう他の投資家っていうのは顔が出ないので、そうすると、人格っていうかな、イメージしにくいっていうか、あ、こういう人ね、イメージか。イメージするときに顔が思い浮かばないんですよね。
まあ一方でこうキャラクターを演じているとデメリットもあったりとか、やっぱり自分に嘘をつくっていうような感じもするので、自分と乖離しているとやっぱりツイッターのコメントでもやりにくいっていうか、一つかませないといけないし、人からどう思われてるかっていうのも大変ですね。まあとりあえずその VTuber を作るんだったら自分の目標に合った設定が必要。短期的に数字を上げたかったら、そういう目立つキャラクター型で、長期的にストレスなく活動を続けるんだったら僕みたいなアバター型で、最初はキャラクターを押してこうやって数値を上げて、徐々にアバターに設定していくのがいいんですよね。まあ、と言っても僕は結構キャラクターみたいな性格だねって言われるんで、特に気にしてなかったんですよね。これにすればいいかな。変身してるけど自分ってことね。そうですね。まあ僕の場合は、なんでこれ女性の VTuber、この体を使ってるかっていうと、僕の好みだからです。僕が、付き合いたい人、アバターだったらこれかな。猫耳で可愛くて、で黒髪で純粋みたいな、そして艶やかな髪っていうのは、これは健康な女性を意味して、それは、そうですね、生殖能力がこう優れたっていうか、若い女性で、まあ魅力的に感じるっていうのもあるし、まあ、あとはそうだな、言ってしまえば、こう、おっぱいが大きいっていうのね、女性、大人の女性っていうことがわかるし、それは生物学に基づいて、僕はそうやって、設計したものなんですよね。まあ年を取ってくると、その胸っていうのは垂れてきて、あ、おばさんだなってわかるんですよね。で、小さいと確かに垂れにくいかもしれないけど、それ女性として、差別化っていうか区別がつきにくい、魅力的かっていうと、男性はそこをあまり興奮しないので、そうだな。まあ僕が付き合うんだったら、やっぱりこう、巨乳の女の子がいいな、と僕は思ったんですよ。そう、思っただけです。僕はどうも思うといいんですけどね。はい。今、その使われている、線が伸びている情報整理のツールは何というツールですか？仕事で使いたいです。教えていただけないでしょうか？あ、これは、X マインド。両学長が使ってたやつとはちょっと違うとは思うけどね。X マインド。こんな感じ。よし。これで検索すればいいです。あと、これは、映し出せばいいのかな？これか。これをポンってクリックすると YouTube 先に飛べますし。よいしょ。これにすると、どうだったっけ？ああ、これか。こういう風に飛んでいけるし。まあ、それくらいかな。そうだ。今後の目標ですね。今後の目標は、ファン同士の交流会ができるといいなって。企業の、あとは、企業案件を受けるっていうこと。こう、みんなのメリットに提示できるものっていうのは、これは経費になるっていうことですね。そうだな、よいしょ。株式投資の必要経費はどこまで認められるかっていう、まあ、ちょっと面白い話なんですよ。で、従来確定申告を行うんだったら 20.315%、 2割くらいが取られる。なんだけど、経費を落とすことによって課税から逃げられたり、利益多く残せたりする。まあ、NISA っていうのもあって、NISA は、まあいいんですけど、損益通算ができなかったり、そういう、こういうのは、まあ一切関係ない控除とか。まあ、大体非課税なのでね。使えるなら使ってもいいんですけど、アルゴリズムはね、なんと使えないんですよね。まあこれは節税っていうのは必要経費で落としたい人があるっていう人とか、まあ株式投資で利益をなるべくこう残したいという人。で、何がこう結局、経費として認められるのかっていうと、例えば僕だったらパソコンとかマウスとかモニターとか、そうですね、
専業投資家だったらこれは降りる。もっと細かい話で言うと、10万円以上する場合は青色確定申告が必要だったり。あとは、株式に対する勉強の費用。例えば、株式投資の勉強に必要な教材とかセミナーの費用を経費で落とせる。知ってましたか？知らないよね。教材とかセミナーの、会費、株式投資スクールの授業料。これは、僕のチャンネルのメンバーシップも株所得に必要なものとして、さらにもう、根拠としてはチャンネル名が投資と明確なことから経費申請が受理されることが合法で節税にもできるよね。まあ、過去の事例がないので、情報が少ないんですよ。これ調べても。でもできるって書いてありますね。まあ、スーパーチャットだったら、接待交際費とか計上できるし、もちろん、会社員の場合だったら曖昧で、やっぱり株の経費じゃなくて個人事業主の経費かな、スーパーチャットは。あとは、セミナーを受けるため、僕は株の勉強会と題して宿泊をとか、会席とかね、食事を楽しむっていうやつ。そこまでの、交通費っていうのは曖昧ですね。宿泊費っていうと、まあ僕が全部まとめてしまうと、申告できるわけなんで。1万円はそれはホテル代じゃなくて僕の勉強代。だから、っていうことで。だって僕が払ってるのでっていう。それをやりたかったんですね。まあとにかく確実に落とせるものを厳選して、経費で申告していきましょう。あとは経費で認められない可能性が、まあ高いとはも書かれていますね。まだ、実際に申請しても認められない可能性が高いなっていうか、人間が判断するので、税務署のそこの人が、管轄が判断するので、そこの人が古い考えの人だったら、まあなんか引っかかりそうな気もする。まあ、ただ、根拠はありますよ。所有期間、株式がね、1年以内で、アルゴリズムって言うと、1ヶ月以内でもバンバン売れちゃうし、なんだったら半年以上の大半が売れて利益を確定している状態なので、事業所得とか雑所得として申告することが可能になったんですよね。だから、保有期間の短い株の利益であれば、雑所得として申告経費、申請ができます。で、アルゴリズムのこのチャンネルを実践してる人は、この税のコントロールできる人が多い。あ、僕だってそうだし。ま、で、最後にって書いてあるように、人間が判断するので、税務署によって答えが違うっていうこと。いやー、どうなんだろうね。できたらいいなぐらいで。ほとんど僕はニーサと組み合わせで、所得ゼロになってるんですよね、こう見えて。よし。ありがとうございます。去年モニター、プリンターを経費で落としました。お、それは株でってことかな？株の経費として、プリンターとかモニターが落ちたってことかな？専業だったら落ちるのかな？三谷とか、片原っていうのかな？勉強会いいですね。愛知県の蒲郡で勉強会やれるならやりたいなと思ってます。いつもの動画で 9% 損切りなのはどうしてですか？それは、10% の損切りだと、その時には、もうちょっと利益を増やしておきたいし、で、かといって 3% に損切り設定していた時があったんですけど、その時、なんだろう、機関投資家とか、周りの市場によって振り落とされる場合が多かったんですよね。だからそうだな、6%、7% とか、6、5、4、3とか、いろいろ試していって、9% が一番落ち着いたんですよね。上がりのトレンドに振り落とされず、イレギュラーに振り落とされず、上がり、順張りのトレンドに乗っかっていっ
って利益を最大にする。そしてそのブレ幅が 9% の損切り、そしてピークから 3.5% 下落した時が一番まあ安定してパフォーマンスが出せるなってなったんですよ。まあさすがに5だと9マイナス5だとだいぶこう下落トレンドに入ってきている。3だとどうかな、入ったかなぐらいのレベル、ちょっと確証がないレベル、 3.5 ぐらいがいいのかな。株と FX ですね。あ、なるほど。ミヤ、ミヤ。あ。どちらも、雨漏りし、知らなかった。知らなかった。経験則、そうですね。それくらいです。ここがこうやって言いたかったことは台本にまとめてきて、だいぶ話は終えましたね。なので、こう最後言いたい皆さんの質問、受け付けています。SNS マーケティングツー。まあ、かといってコメント出なかったというのも十分想定はしているので、株チャンネル、何が面白いかな？YouTube をやるときに僕が参考にしたのは、このマーケティング、なんだっけ、イングリッシュお猿さんか、これは。イングリッシュお猿さんの手取り18万円の貧乏教員が企業1年で月商 3.6 億円を達成した、みたいな。で、中身を読んだんですけど、出し惜しみなく、こう、中身が書いてあったんで、まあ、この人別に、内容ケチって書いてるわけじゃなくて、本当にこれ再現性のあるものだったなと思いました。これ説明していくと、ちょっと長いんだけど、こうやってまとめていきましたね。SNS を制する者がマーケティングを制する時代になってきているとか。ああ。レペゼンさんが英語をおすすめしてたけど、この本は、見たことなかったです。そうなんですね。レペゼン地球。確か、株のテスターさんが、1億円追加投資をされていましたよね。そう。あの人、レペゼン地球って、あれ、何億借金してましたっけ？ 5 億ライブやりたいからって、なんていうかな、もう、これ説明していくとね、すごい めっちゃ長くなっちゃうので、パソコンが苦手だったけど、3年間、あ、イングリッシュオーサルさんですね。PDCA サイクルを高速に繰り返して、自分のサービスを確立できた。まあ、ビジネスにおいては信用が全て。家族と友達が使っているものを見て、あ、欲しいなって思ったことはないですかっていう。まあ僕はこれイニシャル D をで持ってきたんですけどね。やっぱり友達がかっこいい車、いや、スポーツカー乗ってたら、ね、あ、これも乗りたい、買いたいな、みたいな。やっぱり、こう、車世代の人たちをよく知ってるので。一緒に過ごす時間に比例して信用が高まる。単純接触効果。まあ、これは配信をいっぱいする人に当てはまるものですけどね。10億、10億。10億借金。大丈夫かな？生きて帰れるのかな？蛇に噛まれたのは、噛まれたのは何をしてからですか？何をしてからか。蛇に噛まれたのは、公園で散歩していて、そこにカブトムシのメスがいたんで、お、カブトムシじゃんって思って触ろうとしたら、そこに蛇がいたんですよね。お、蛇ちゃん可愛いなと思って、捕まえたんですよ、手で。そしたら、
うん、噛まれましたね。噛まれた。で、牙でこの指に2つグソって刺されて、で、ジュルジュルってあの液体をね、流し込まれたのを見て、感覚がしてね、うお、やばいの、なんか入ってきた、絶対やばいよ、と思って、病院に行きました。で、なんか、専門医がいなかったので、返されたんですよね。でも、すごい、1日経って悪化したので、もう一回行ったら、緊急入院して搬送されましたね。大変だ。本の出版予定ないですね。あ、でもね、やりたいなと思います。ほら、僕がこう株を、何やっているときに特徴的じゃないですか。業績がどうこうとか、チャートがどうこうってことは、まあさすがにそこも見ますけど、人間の心理。みんなが安い高いをどこで見ているのか、また機関投資家はどこを見ているのか、そう、機関投資家ってあの外部との接触ができないように、なんていうかな、こう隔離した場所で行うんですよね。で、みんながどう思ってるかっていうのも滅多にする聞く機会がないので、じゃあどこで知るかっていうと SNS でしかないみたいで、 Twitter とか YouTube で、それを見て、ああイナゴが乗ってきてるなっていうのも分かって、で、僕はそれに便乗した方が業績を見るよりも簡単だし、情報もシンプルで、勝率も高いなっていうことが分かったんですよね。業績が良かったから株価が上がるっていうのはもう皆様のお気づきの通りね、全然思い通りにいかない。良くても株価は下がる時もあるし、結局誰が買えてるんだってなりますよね。で、本を出版するのは、どう、本は出版したいですけど、どこで見るのか、またどうやってみんなを、こう、操っていくのか、うん、機関投資家がですね、うん。マムシに噛まれると、腕が、マムシのような色になるって聞いたけど本当ですか？でもマムシのような色、僕は、うん、緑、腫れて皮膚がこう乖離し分離していったんですよね。で、その皮膚がもう使い物にならなくなって、ペラって剥がれて、もう指紋も何もなくなりましたね。多分これだいぶ指紋って治ってくると思うけど、浮き出てきてる今。で、感覚も今全然痛くもないし、もう完全に治ったと思います。あ、完全じゃなかった。爪がちょっと曲がってるんですよね。パンパンに腫れた時に、そのパンパンに腫れた腕に合わせて爪が生えてるので、収まった時に、こう歪んでるんですよね。あ、見せられたよかった。資料を持ってくればよかったな。読んでよかった株投資の、商標の動画が欲しいです。これ結構時間かかるんですよね。時間がかかるっていうのと、僕が完成されたもので、他の人の手法を取り入れると、僕のこの、何ていうかな、勝率っていうかな、アルゴリズム、そうそう、僕の領域展開かな。領域展開がね、崩れるんですよね。結局迷って、精度が、勝率が下がったりとか、だからちょっとずつ試していってますね。この前のその、一回だけやった、バクでもできる、投資。あれは、なんだろう、株の見方10銭を解説していって、あ、僕は、投資の精度を高めるために、役立った感じ。あ、そう、僕もバクさんの本を買いました。とりあえず経費でね。経費で買って、で、メルカリで売った。メルカリで売ったのは、確定申告してない。また、じゃあ、なんでここで公言できたかっていうとね、メルカリっていうのは、不要品の売却っていうことで、もう経費っていうものがもう購入する時点で、やっているというみなすので、つまり課税されないんですよね。だから、まあ、経費で買って、それは申告して、で、それを解説して、で、僕は勉強になって、利益になって、で、YouTube の収益があるじゃないですか。で、
売却して、もうなんかもうただみたいなもん、そう、300円くらいかな。購入する費用、輸送費400円かな。うん。チャンネル登録者1万人でアルゴ注文したら、ああ、なるほど。機関投資家並みに株価動きそうですね。そうだと思います。あの、イエローハットの時結構見ると思う、面白いんですよ。あの、4.8 万回再生されていて、あの、9月に仕込むべき銘柄として、紹介したんですけど、うっって上がっていて、これ、見てたなと思って。機関投資家も見て一緒に仕込んだような気もしますよね。ここで、上がっていくから、やばい、俺たちも仕込んでないとダメだ、みたいな。うん、まあ、確実、確証はないですけど、なんていうかな。絶対見てただろう、みたいな動きはするときありますよね。僕はまだ初心者のところしか見てないのかもしれないけど。他にも、うん、僕がこう、行って、株価が動くっていうときは、正直あると思います。チャンネル登録者数が5万人の規模でも動くのかな？もっと動くはずなんですけどね。そっか、アルゴ注文するからか、同じみんな注文するから、いつ買おうかっていうのをみんな迷うけど、このチャンネルの時は、ね、みんなで同じ値段の設定するから、やばいことになるんじゃないかな。うーっていきなりそこは、直近は上がるんじゃないのかな。ああ、確かにそうだ。なんだろう。面白いですよね。仕込むべき銘柄どうやって探していますか？あ、それは、そうだな。よいしょ。それは、こういった人たち。株主優待ライダーです。バグの後輩と増配で目指せファイヤーみたいな。まあ、こういうチャンネル、他の人のを見て、機関投資家がこれ乗りそうだなって思ったのを見て、エントリーします。まあ、このチャンネルも人たちもメンツをかけて信用にかけてちゃんと下調べをして紹介するわけなので、その中から僕が都合のいい銘柄を選ぶだけでいいんですよね。だから余計勝率っていうのが高いんじゃないかな。で、買い時、かなり僕が採用率が高いのはこのワッケチャンネルですね。ワッケチャンネルかなり下がったタイミングで話してくれるし、僕が見てないところも話してくれるので、別にその YouTube の内容をこうパクっても全然よくて、なんだったらその人のテロップをそのまま映してもいいと思ってますね。とにかく目的は勝つことなんで、もう勝つこと。ずるいって言ってもね。で、またまんま同じ内容を話してもみんなつまらないし、そういうのも結構考えますね。で、こうやって僕はこう、株を収録するときにも、こうやって台本を毎回書きます。で、その制作時間が1銘柄あたり2時間ぐらいかかるので、で、2銘柄作るのに4時間。で、そして、プレゼンテーションを作るのに、あれ、こう、画像を貼り付けるだけだけど、それでも正しい順番とか、があるので、最低、30分ぐらいかかるし、で、収録、こう、全部話すのに1時間。で、リハーサルで、話すのにも1時間。古舘伊知郎さんって引退する前、ニュースで1時間、2時間あったじゃないですか。この前の練習で、同じことを2時間、1、2時間やるんですよ。僕もだいたい1回それ喋って通してから、あ、ここはこういう、こういう表情をした方がいい。表情を変えた方がいいな。っていう時に、をちょっと決めてから話すようにしてるんで。これが普通の VTuber とか、まあ、他の投資 YouTuber と違う点ですね。この表情で表現ができるっていうところ。ゆっくりマリサ、レイムで僕はやってたんですけど、やっぱりこのリアルでの表現ができないっていうのと、自分のキャラクター内面性を感じないということ、ある程度のレベルになったら、ほら、
ャンネルを売却して2000万円で売るっていう人もいるじゃないですか。でも僕みたいにこれどんなに外注しても収録は僕じゃないといけないし、その台本を書くのも僕じゃないといけないんですよね。あ、ちょっとしまったなって僕は思いましたね。ここまでやって外注か外注か外注かってみんな収益化のためには外注化して、自動運転させるのが目的なのに、僕は台本と収録からは人に任せることはできない、離脱することができないので、しまったなぁと思います。まあ一方で僕がリアルに、皆さんと会う時があってもやっぱ僕ってわかるんですよね、声とか姿で。そうだな、これはまあいいか、まあ、まあまた次の機会で僕のね、あの中の人のイラストを作ってもらったんですよ。これがまあだいぶ独特の見た目っていうかな、黒いシャツ、白いネクタイに黒いシャツ。これって僕が、ライブ IR 引き上げホールの時にも着ている制服じゃないかな、私服なので、まあ、絶対僕ってわかるんですよ。FCC 今日やって約定しました。あ、なるほど。僕結構昨日買ってね、FCC。で、そこから8000円ぐらいするから下がって、お、まさかって思いましたね。そんなに下がるとは。しまったーってみたいな。でもそんなこともありますよね。まあ、損切りの 9% には達していないし、ってなったとしては、なった場合は、そこからまた買いまそうかなと思ってます。他の YouTuber から、ネタを仕入れて財務やチャートチェックしてから買う感じですか？そうですね。他の YouTuber からその、話題に上がりそうな注目が、みんなが注目がしている銘柄をピックアップして、で、買い時は僕が決めるっていう感じですね。あ、そう、わけチャンネルね。次の動画へ行ってらっしゃいの方。動画や広告のご視聴いつもありがとうございます。わけです。でしたっけね。あとは、イエローハット動きすぎて約定しなかった。そうですか。僕はだいぶイエローハットね、売って儲けましたね。8000円くらいかな。持ってたのが1ヶ月くらいでパッて売っちゃったので、優待と配当を合わせてもそれ以上の利益を出したと思います。利回りにすると結構高いんじゃないですか？年利で言うと。8% の利益だから、それを年利12とか。それを旬な銘柄にどんどんこう、シフトしていくと、その、僕の年利、毎年 20% 以上、落とす、去年、一昨年とか 30%、32% の資産運用なんでめっちゃ早いんですよね。まあなんだけど、資産も、全体の資産があの時、会社を辞めた時が300万しかなかったから、600万しかないんですよね。3年後、600万。300万が、30% で、で、600いくらになってるんですよ、今。これが多分、まあ、1000万ぐらいになってくると、どんどん加速していくのかな。1000万の 30%、1300万。まあ、これでもまだ遅いような気もしますけどね。FCC 今日下がりましたね。買い増しですか？どうだろう。まだ買い増し、様子見ですね。もっと下がるんだったら、買い増し、するかな。で、また買ったと、値段から、9% 下がったら損切り。今日の、株相場は、やはり、ちょっと待って、ちょうどハートマークが、やりやすい月だったのかではどうかと、これを見ればいいか。そう、ちょうどハートで見えないんですよね。今、調整局面なので、売ってしまえばよかったなぁと思いますね。で、また、損切りが 9% なんで、そこにまだ達してないから、中途半端に含み益が、下がった状態ですね。うん。しまったな。まあでもアルゴリズム上なんで変に変更、途中で変更することも絶対に やらないです、僕は。はい。
あ、そうだな。まあ、じゃあ最後にだな。23時頃で配信終わろうと思います。だいぶ僕話したいことは話したので。よいしょ。あ、そうそう。よいしょ。よいしょ。この真ん中のね、チャンネル、カムリトラッカーっていうのはライバルを見ることができます。まあ、見た方が早いですね。収録、あ、ごめん。うっ、あ、出た出た。わかり、見たことありますかこれ。例えば、ワッケチャンネルから、クッツーでもいいかな。クッツーは、チャンネル登録数が 26,500 人で、この人ね、ちょっとだいぶ不動産やってて、YouTube は、2本かな ?2 本しか出してなかったんで、チャンネルの増加数がゼロっていうのは分かって、こういうのがね、見て分かるんですよ、ライバルが。で、僕は VTuber なんで、他の VTuber もこうやって見てます。例えば、こう、ヒョウやイリスかな?この人は特に、過去のメンバーシップでも取り上げたんですけど、何のスキルもない普通の人と歌ってるし、まあ内容もね、特段、変わらない。普通の人と変わらないんですけど、なんとこのチャンネル登録者数が760人増えてるし、再生視聴者数もね、僕より多いんですよね。14万。ああ、何が起きてんだろうな、と思って。そして、このカムリトラッカーっていうのは勝手にこの、急上昇の動画っていうのも分かってくれて、あ、これショート動画なんだ、これで伸ばしてるんだなっていうのが分かります。だからもうこういうのを真似れば、あ、最近ショート動画で伸びてるなっていうのが分かりますね。ショートといえば、株の買い時を考えるチャンネルさんも結構有名じゃないかな。視聴回数が多い動画としては、ここの、株の任天堂か、これが118万回でこう登録が ここです、うん、まあ何が言いたいかというと、こうやってまんべんなくこうライバルを定期的に観察することによってこう伸びる時がすごいわかるんですよね。あ、わかるかな、このよいしょ、もう僕で隠れては、ちょっと見づらいと思うけど、バックさんは、ここ、1800人増えてとか、アラサーリタイア計画3000人増えてとか、まあ、特段、増えたところがあったら、一体何が増えたのかっていうのが、僕は見ることができる。これは、YouTube 運営で結構気にしてるところですね。あとは、よし、口言って、ひなた猫、ひなたね、ねんまさんか。ひなたね、ねんまさん。この人は、名古屋の証券取引所に行った時に、いらっしゃったんですよね。写真があるといいな。写真、ちょっと見、今、出すか。1万人おめでとう。あれ、このアイコン見たことある。ありがとう、どういたしまして、みたいな。いや、VTuber でね、こんな株のことを話して、1万人超えるってね、誰が思ったでしょうか。思わなかった。今、動画、ちょっと読み出してます。アルバム。間違えてね、僕の写真が撮って出てきた。どうしよう。もうね、取り返しのつかないことになっちゃうよね。見つけた。ここだ。IR レッ、ネクスト。よし、当たった。どれを映そうかな。で、行って、
証券、よいしょ。あこう、チェスタさんすごいですよね。80億円持ってるって言いますし。で、ネンマさんは、ここにいらっしゃったんですよね。こういう、証券だよね。ここにね、なんで VTuber がここにいるんだって。で、僕がこうやって見てたら、この東洋証券の方がね、VTuber ご存知ですかって聞かれて、知ってるっていうか同業者ですって言って。で、このネンマさんね、チャンネル登録数が1000人くらいか。チャンネル登録数が1280人。で、まあ、パンフレットではチャンネル登録数1万人を目指していますって言っていて。なるほど。僕は1万いったけどねって。いやいや、またね、この人の配信している内容が、ガールズパンツァ同時視聴とか、歌ってみたとか、まあ、普通の VTuber なんですよ。だから、あれ、東洋証券で証券を扱うものなのに、相性って悪くないのっていうか、僕の方が相性良くないっていう話を僕はしましたね。僕言いたいことは結構言っちゃうタイプなんで。で、この人が話して、で、ああ、こう、ライブでやりとりをしていくんですけど、なんだろう、この機材がね、音響が繋がっていないのか、こう、マイクで、アナログ的にこう、こっちこっちっていうから、いきなり話すとね、拾わなかったりみたいに、まだまだ改良の余地はありそうですね。で、またなんでこの人なのかなって、いや、僕がね、ここに登壇しててもおかしくないでしょうって、僕はめちゃくちゃ思いますけどね。で、まあ、この東洋証券の人に話してたら、どうやら奥の方から来てきて、偉そうな人っていうか、東京本部営業企画部部長の、誰だったっけ、の人から名刺をもらってね。あ、スカウトされるといいですね。スカウトされるって、勝ってる。そう。勝ってる、面白いですね。面白い。勝つっていうのが面白いですよね。出ますかとか。あとは、他の証券もね、YouTube で、やっぱ集客できるっていうことに、後から気づくんですよね。で、見てみると、登録者200人ですって。で、僕はそのことを言うんだよね。メンバーシップ200人いて、登録者数が1万人いますって。そしたら、私のところ、無料だけど、200人しかいないですって。面白いよね。いや、ぜひ教えてくださいとかは言われます。ねえ、ここに、NISA についてとか、マーケットの見通しの銘柄、個別銘柄紹介、絶対僕じゃないですか。絶対僕が合ってるじゃないですか。僕知らなかったんだよ。そう、僕のね、大体存在自体が VTuber のカテゴリーにされてないっていうのをね、後で気づいたんですよ。有名になってからね。そっか、僕は VTuber じゃなくないんだか。っていうのに気づいた。他のおじさんの投資チャンネルと変わらないんですよね。そういう同じフィールドで戦ってて、で、ビジュアル的に目立つじゃないですか。で、たまたま見て面白かった。ということがめちゃくちゃ跳ねた。で、しかも VTuber が、あ、なんだ、株のフィールドって柄空きじゃん、ポスト。だから真似しようっていう、言うわけにもいかないじゃないですか。真似もできない。だから、このポジションっていうか、僕の独特のその領域展開なんですよね。この空間は。株もや、元は株をやってて、そこから VTuber をやってるので、逆はないんですよね、逆。VTuber やって、お、株もやろうかなって、それを、しかも教えるレベルに、発するまで何年かかるっていう話なんで。VTuber 以外のメディアに興味がありますか？VTuber メディア以外に興味。まあ何でもありますよ、別に。
なんていうかな、別にそのリアルを出してもいいと思ってるし、なんでかっていうと僕リアルかっこいいので。はい。かっこいい。はい。髪の毛もね、めちゃくちゃ長くてね。なので、その、よいしょ。なんで、こういうところに出ると、もう間違いなく僕ってわかります。あ、小春子の木さんですかって、絶対言われますね。そういう格好。そういう格好してます。うん。個性的な。髪の毛は染めてなくて、ありのままが好きなので、黒のままですけど。VTuber っていうホロライブと二次三次が強すぎるから。そうですね。ホロライブと二次三次。上場してますよね。エニカラーと、なんだったっけ、カバーか。あの PER がすると、結構割安だと思うんです。割安とは思うし、出来高もあるし、なんでそうなるかっていうと、エニカラーとか、そのカバー、ホロライブとか、ニーサンズとか、それって、東京ディズニーランドと似たような宣伝の夢や希望を与えるっていうような性質になるんですよね。そうなると、PER っていうのは東京ディズニーランドの、100とか150とか、そういうのが目安になってくるはずなんですよね。また、それは知名度によっても PER っていうのは人間の期待値を表す数値でもあるので、株価っていうのは上昇しやすいにあります。まあ、これまで例がなかった上場した、あと株価がこう不安定なんでエントリーしようかなっていうような機関投資家もまだちょっと、機関投資家がこう投資をするような、基準を満たしていないのかなと僕思ってますね。割安とは思います。だからそう、株価を買って、一単元買って、株価のその株主総会があるじゃないですか。僕そこ行ってみたいんですよね。一株だけ試しに持ってるけど。会いたいです。コメルチャンネル。そうですか、はじめ。はいはい。別に僕が会ってもいいし、話したいと思うし、例えば名古屋で会場があって、IR とかね。そうそう、今度ね、10月4日に名古屋に行くんですよ。東洋証券で、そういうセミナーみたいなものがあるから来てくれませんかって。まあそこは僕は登壇してないし、単に見るだけですけど、僕は期待するのは、そういう営業企画の人から誘いを受けないかなって思ってるところ。かな。いや、23時4分か。うん。そうだな。多分これみんなコメントしてくれてる人は、メンバーシップ以外の人もいるよね。どうしようどうしよう。僕が話しているのをこう AI で自動でカットして、やっぱ見れる状態にした方がいいかなと思うので、それをメンバーシップ限定でやった方がいいかなと思います。あ、そう。YouTube をコピーできるソフトがあるじゃないですか。なんでだっけ？クリエイティブエクスプローラーっていうね、YouTube をコピーするやつがあるんですよ。だから僕は一瞬一般公開した時にコピーしてしまえばいいですね。遅れました！いや、もう終わるとこなんですよ。もうすぐ終わるとこですね。アーカイブいつまで残そう。まあ、とりあえず特段悪いこと、問題になるようなことも映らなかったし、慎重に配信したのでね、残しとくつもりです。記念なんでね、1万。視聴者数は、だいたい90だけど、最高高い時は120とか、ありました。まあ、ここまでね、まさか、自分のインフルエンサーの、見てくれる人がここまで多いことには、すごいびっくりしました。じゃあ、終わろうかな。終わりますけど、最後に話したいことありますか？10月4日に東洋証券のセミナーに行こうと思うし、それは僕が行くところっていうのはツイッターとかで公表した方がいいのかなとも思うんですよね。多分会ったら、同じ場所にいたら、絶対僕だってわかると思うんですよね。
みんな名古屋じゃないんですもんね。はい、お疲れ様でした。BGM が変わるんか。じゃあ、あと5分にタイマーをセットして終わろうと思います。あ、3分がいいかな。うん、やっぱり3分。 1,2,3、 よし、3分。ふう、1,2,3分、間違えた。こうやって台本を書いているっていう話、僕の歴史を話して、で YouTube チャンネル登録1万人がどれくらい大変なことか、すごいことかっていうこと、あとはライバルを意識してマーケティングを勉強して VTuber の性質を勉強する、で今後の目標、みんなのお金をこうやって集めて、手数料なしで集めてホテルとかで勉強会と題して旅行しちゃうとかね。旅行、みんなはホテル代の領収書をもらうんじゃなくて、僕が発行した領収書をもらえば、あのセミナーが1万円したわけねってという税務署の判断になるので、多分通ると思うんですよね。またその株をね、雑所得に移していいっていうのが僕は初知りでしたね、最近知ったこと。令和6年の税制改正、今年からだったってと思いますね。そんな前からあったら知ってるしね。しっとぐらいかな。終わります。台本テンプレートです。問題ない。特に質問もないみたいなんで、僕はとりあえずその10月4日のその東洋証券のセミナーに行って、そのオファーがないかちょっと期待しに行くところです。あとね、手書きでね、あの手紙をもらったので、そこまでしてもらったんで、やっぱり行ってあげたいよね。それまでのその投資を僕にしてくれたわけだから、たとえその何かな、23歳の新米の社員が書いたとしても、ではまた会いましょう。またライブ配信はね、こう慣れてくると思うので改良していきたいと思います。それではお疲れ様です。どんどんね、こう、あ、コメント、いいねとか忘れずにしていただけると、多分こう評価が、チャンネルの評価が高くなって、こう他の人のおすすめに上がりやすくなると思うんですよ。そうすると1万人のそのスピードに拍車がかかって加速していくと思うんですよね、と思うんで、それではまた会いましょう。バイバイ。オフ。